はあ、気持ちいい。はあ。やっぱ。うん。景色のいいところの空気うめえな。高層階の空気うめえな。ちげえな。高層階は。いや、始まりましたよ。はい、始まりました。はい、一旦起きです。一旦起きよ。見てください、こちら。はい、ちょっと光の加減でね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども。暗くしてみる？暗くしてみて。うん。そうね。どんな感じか。そこのパネルでできるっぽいよ。いやー、これよ。ほら。いやー、すごい。いやー、すごいですね。いや、すごいの。というわけで、今回は、はい。このまま始めるの。いつげよう。うん。はい。というわけで今回はですね、はい、ね、うん、ここ最近さ、うん、あんまり旅行にも行けないし、うん、まあ僕もね、あの仕事柄テレワークではなくてね、本社だったりとかいろんな店舗に行ったりとかすることも多々あるんですけれども、はい、今回はその僕の仕事に合わせて近くの、うんうん、まあ都内のね、うん、ホテルに、はい、泊まりにやってまいりました。はいはい、まあこういうね、楽しみもあっていいのではないかということで、はい、まあ遠出はできないし、うん、ね、観光もできないけれども、うん、まあ近くの、うん、まあ最近ねホテルも安くなってるし、うん、そうというわけで夜景が綺麗なホテルに泊まりにやってまいりました。いや、久しぶりじゃない？そうだね、久しぶりだね。うんうん、多分去年だっけ、一昨年かな、うん、去年泊まりに行ったのいつ？1月1日。ああ、その前。ああ、全然ない。去年、一昨年くらいだよね。うん。そうだよね。そう。それぶりの、うん。感じでございます。イェーイ。まあね、今日は、うん、うちは休みだったじゃん。はい。うん。だから、まあ、ホテルに、うん、まあ、3時にチェックインして、うん、もう今、外で飲めないからね。はい。コンビニとかで買ってきて、はい、はい、はいはい。二人で、はい。部屋飲みをして、はい。まあ、3、4本ずつく。そうですね。なので、はい、ちょっと、はい、多少酔っ払っておりますが。そうですね。うん。うん。まあ、せっかくね、来たので、はい。楽しみたいなと思います。思います。イェーイ。イェーイ。そう。で、場所が今回、うん、銀座のホテルだから、うん、銀座にある熊本物産館にだけ行ってきたんですよ。ちょっと、はい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 。いいのないかなと思って。そこでちょっと、うん、馬刺しとね、うん、からしれんこん買ってきたから、おうおうおう、それを食べながらね、ま、いいね、飲んだりとかね、いいねいいね、夜景をちょっと楽しみたいなと、はい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 、楽しみましょう、思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、終了。なかなかこういうとこ来ないので、ちょっとだけルームツアーしようかなと思うんですけども、えい、うん、でも正直な話言っていい？正直な話、はい。思ったよりさ、うんうん、ちょっと狭かったよね。そう、まあ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 、そうだね。そうだね。思ったほどだよ。思ったよりね。うん。本当はなんかもう、ちょっと広い部屋なのかなって思ってて、うん、ルームツアー的なね、うんうん、のができたらいいなと思ってたんだけど、そうだよ。やっぱほら、すごく安くなってたのよ。うん。今のご時世だから。うん。で、ああ、すごい安いねって、うん、すごい名前も知ってるホテルだし、うん、泊まってみようかって言って、うん、いざ来たらね、うん、っていう。あ、すごく、そうだね、すごくいい部屋、うん。すごくいい部屋。うん、眺めもすごくいいんだけど、お値段そうですね。まあまあ、そうだね。っていう感じ、うん、だったんだけど、うん、まあちょっとね。まあでも景色は素敵。ほんとよ。素敵なんで、うん。うん。あとさ、あそこ、りょうちゃん。あのね、バスルームね。うん。あ、そう、そこがバスルームなんだけど。ほら、見えるの。エロー。透明じゃん。これね。え？うん。あ、そういうことか。そう。普段は暗いけど明るく。エロー。なんかお風呂場からでも夜景が見れるようになってるの、これ。あ、なるほどね。そう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 。すごいよね。すごいな。今日あれだよ。俺の裸を見せつけながらお風呂に入ってやるからな。やだよなんだよってなんで。まあちょっととりあえずこっからももう見えるんだけど、うんうん、お酒をね、あ、そうそうそう、買ってきましたよ、せっかくなんで、うん、乾杯しましょうか。シャンパンで乾杯しましょうよ。うん、よし、ちゃんと開けてよ。
開けるよ、こぼさないように。開けるよあれ怒られるからね、こぼしたりしたら。うん、え、怖い。や、開けるよ。うん、ひゃーひゃー、おお、大丈夫だったね大丈夫どうしようか、どうやって飲む。え、グラスがさ、うん、用意してあったから。そうしよう。あ、こっち置いた。あ、いいね。あ、いいね、いいね。えい、えい、乾杯しようぜ。乾杯しようぜ。えい、じゃあ、乾杯。乾杯。きつい。炭酸がきつい。そういう遊びじゃないから。ちょっとやめてよ。炭酸がきつかった、思った以上に。夜景とともにたしなむ感じなんだからさ。忘れてた。ちょっとごめんなさい。改めまして。乾杯。あ、おいしいんだ。美味しいんです。いやいい、なんかこういうね、うん、夜景とか見ながらのさ、うん、この優雅なひとときいいよね。そう、うん、なんか地方出身の人からしたらさ、うん、こういう景色がさ、またなんかさ、やっぱ都会に来たなっていう感じはあるよね。東京タワーとか見たらさ、やっぱいいよね。そうそうそう、東京タワーね、この部屋からはね、残念ながら見れないんですけど、うん、見れるね、部屋もね、そう、あるんだよね。そう、あるから、そっから。でも、翔ちゃんが、ケチったから。何が？翔ちゃんが、ホテル代ケチったから。いや、十分だろ。タワーが見れない部屋になってしまったんです。十分じゃん。十分、十分。いや、十分よ、うん。うん。東京タワーをお見せしたかった。ショーもちゃいひょにょ。はい、というわけで、せっかく買ってきた、うん、馬刺しやら、あ、食べたいんだよ、からしれんこんやら食べてみようぜめっちゃ嬉しそうや買ってきたの、馬刺し醤油があったから。醤油、そうそう、それがないとね、やっぱり熊本県じゃ始まりませんから。いいや、馬刺し専用の醤油があるのよ、熊本には。甘い？そうそう、甘い。あ、そうなんだ。またね、刺身醤油ともまた違う感じなんだよねさ、今からご飯食べていきましょう。イエイイエイイエイ。もうこんな広いとね、うん、もうこんなこともできちゃうんだから。やめなさい、やめなさい、それはダメよ銀座の皆さん。というわけで、はい、熊本物産館で買ってきた馬刺しでーす。食べたーい。美味しそうじゃない？食べたいでーす。食べさせてあげよう。ありがとうございます。熊本といえば馬刺しだからね。うん。うん。うん、美味しい？醤油も美味しい。でしょ？うん。そうなのよ。うん。これ甘い醤油と。そうそうそう。ね。うん。合う合う合う。おいしい。いいね。うん、あとは、うん、からしれんこん、からしれんこん買ってきたのはいいんだけどさ、はい、包丁とかないから一個一人もうこのまま、あ、大きい方がいい、翔ちゃん。俺ちっちゃいのでいいや。どっちでもいいよ。うん、はい、翔ちゃん、この大きいな大きいな丸のまま。そう、でもなんか出来たてって言ってたよね。そう、今日揚げたてらしいよ。うん、おいしい。おいしい。うん、いただきます。いただきます。あ、うん、でもそんな辛くないね。うん、うん、おいしい。おいしい。うまいね。うんうまいよ、めっちゃうまい。あ、合うわ。うん、なんかもうリンゴ丸かじりしてるみたいなもん。なんか、うん、おいしい。うん、あ、辛い。辛いきた。あとチキン食べたいな、俺。うん、もう何の変哲もないそこら辺のスーパーにあるチキンいや、こういうのが美味しいのよね。うんうん、うん、美味しい。うん、
うまい。うん。うん。やっぱ今はさ、あの、レストランとかに行ってもさ、お酒飲めないからさ。うん。うん、そうだよね。うん。なんだろうね、その、お酒が飲めなかったら、なんか、いいや、みたいな感じになっちゃう感じ。そうだね。うん。うちは、お酒好きだからさ、うん。やっぱ、美味しいご飯とか食べながら、お酒飲みたいってなっちゃうから。そうだな。うん。確かに。じゃあ、お酒飲めないんだったら、もう、部屋で買って帰って、飲みながら食べるみたいなね、うん。そうだね。うん。終了。ちげえなぁ。違うんだよなぁ。え？ちげえなぁ。なんでよ、こんなに最高な夜景手に入れたのに。いや、違うのよ。何が？ビールなのよ。ビールください。え？何？ビールとかないよ。いや、冷蔵庫にビール。もうこういう、今。あの、冷蔵庫に。今、俺らなりきんじゃん。今、なりきんでやってんじゃんよ。いいから。今、素敵な夜景でしょ、違う違う違う、ここ。いや、素敵だなぁ。そうそうそう。それする。あの、一回さ、うん。あの、冷蔵庫の中の金麦取ってもらっていい？せっかく。一回。せっかく萌えシャンドン飲んでんのに。一回お願いします。はい。これだ。これだった。綺麗だね。いや、あの、そういう雰囲気出すのやめて。そういう雰囲気出すのやめて。何か始まりそうな感じやめて。やめて、なんで。そういうの違うじゃん。一回グラスを置いて。一回グラスを置くけど。ちょっと、やめろよ。そういう雰囲気出すな。狙ってんのかなと思ったんだけど違った。違うよ。違いました。キャー翔ちゃん、キャー翔ちゃん見えてるよ。いやカメラ下にやったら大変なことになるよ。にゃん。ああ、かわいい。ひょにょ。